ヘイヨヘイヨーケンツムシ、実際今日もくらがってくるんですけど、今日はですねこのデッキを、紹介するんですけど、これね今話題生んでて、なんでかっていうと前シーズンのですね、てか今シーズンロングシーズンなんだね、前シーズンのこのグロ1位って人ね、ジョナフっていう人なんですけども、まあこの方はすごいね上位でフィニッシュしたりの経験もあるんですけど、初めて1位を取ったと、いった感じで、この方が使っていたデッキがこれなんですよ。で6時間シーズンが終わる6時間前なんで、昼の11時、ちょうどこの動画撮ってる12時間前だね。12時間前でトロフィー7100だったらしいんだけど、そっから6時間で、853トロフィーあげたらしい。やばくね？このエリゴレで。で、海外の人なんだけど、エリゴレレージで1位はじわるみたいな。そんなツイートばっかで、すごい賛否両論。中には、いや、1位はすごいことなので、デッキなんて関係ないですって方もいれば、いや、エリゴレはじわみたいな。結構あってて、そう。すごいね、海外の方で主に荒れてたデッキらしい。まあでも、なんだろうな、強いと思いますよ。上位だと相手のデッキわかるから初手エリゴレとかできるし、まあそういう感じでね持っていけるっていう部分ですね。で次のね環境が呪文が減ったり、まあ呪文ダメージ減ったり、デリバリーのノックバックなくなったりするんで、さてはね、エリゴレ強いんじゃねっていう話が今出てて、シンプルに。なのでね、エリゴレもまあ使えたら便利かなといったところで、とりあえずね、このデッキ、使っていこうと思います。矢の雨っていうのが多分ポイントですね。で、俺からすると、1位は、何が何でももう、すごい素晴らしきことなので、すごいなって、シンプルに思うんですけども、すごいね、ツイッターで海外の人たちが、ねえ、いろいろ言ってて、エリゴレ嫌われすぎだろうと思いましたね。まあ、わからんでもないよ。その、エリゴレが PS いらない。ましてやね、このレイジのやつはサービス終了できとか言われてるんですけども。でも、それでも1位取れたらすごいよね。だってさ、これで1位取れるんだったらみんなやるくない？実際、このデッキ。で、そんな単純な話じゃないんだ、その単純な話じゃないから、すごいんだろうなと思います。で、今までグロ1位って、いろいろあるんですけど、日本人がグロ1位取ったことあるのは、ジャックとハジメと麦の3人なんですけど、その3人はもちろんね、ウィントレードって言われる、まあ、八百長ですね。司令同士でトロフィーを譲り合って、みたいなね、ことが、まあ、実際あるんですけど、その日本人の人たちはないんですよ、それがもちろん。ただ、ここ最近のね、1位の人たちは、基本ね、ウィントレードをすることが多かったみたいで、こんなもんもう無視ですね。はい。相手メガナイト枯渇でしょ。こんなの無視ですよ。で、矢の飴をどう握っとくかだな。矢の飴して、ヒースピで。はい、車両積にやってあげて、これじゃキング折れないんで、はい、これで GG ですね。まあ、こんな感じのデッキになっております。そう。で、ウィントレードっていうのがあるんですけど、今回このね、エリゴレ使ってる人はそういうのもしてないし、もう正真正銘の1位だと。だからすごいよっていう風にも言われてるんだけど、いや、エリゴレでそんなこと言われても、みたいな感じで、かわいそうだなと思って。そう。なんかね。まあ、で、とりあえず、ね、こういうデッキが1位だよっていうのがあったので、まあ、動画化しようかなと思って。確かに、エリゴレは、まあ、今みたいなね、相性で持っていけるときもあるんですけども、まあ、とはいえ、そこを差し引いても、攻めるタイミングとかどんくらい守ってとかは結構大事かなとは思いますけどね、俺は。さて。相手はペッカ工場ですね。ペッカ工場はどうなんだろうな。多分、血液ゴリから全部組めば勝ちだと思うんだけど、さあ、どうなるでしょうか。とりあえずライドラ出して。まあ、そうなるわな。これ、エグゾリア完成させた方が強いかな。よいしょ。ヒースピも追加してあげて。なんとかね、このバトルヒーラーを
溶かさせたくなかったんですけども、まあまあまあと。ちょっとね、俺はエギゴレ下手なんで地獄だと思いますよ。下手なエギゴレほどね、あれのあれはないんでね。そう、これもうキングやばいから。バトルヒーガー出してあげて、まあそうなるわな。ライドラ出すんですけど、マジアチとか出てくるのかな。まだ出てこない。これ後ろから全部組んで一回いきます。はい、でインドラ出しつつヒースピ出して、バトルヒーガーとか出してかな。いやー、これこうして、いやー、負けましたねこれ。はい、グッドゲームです。多分もうちょっとね、しっかりと攻めないといけない。そうだね、インドラとか最初受けて、あんな受けるあれじゃないですね。多分後ろから形組まないと、これテンポ大事なんでね。ちょっと普通な攻防してると多分負けちゃうんで、ここね、こういう手札は多分初手エギゴレが組むのが強いと思います。さて、とりあえず待つは待つ。待つは待つんですけど、このデッキはね、あれがないんで、ババ小屋とかないんでね、シンプルに後ろから全部組んで攻めた方が多分強いと思う。枯渇ですかね、これ相手。ロケットあるんで、そこどうしようかなって感じですけど、これダックネだけで一応受けといてあげて。いや、ただこれ守られるくない普通に。インフェでしょ。一応ライドラ出すものの、とりあえず矢の雨打ってあげて、ベージュ打ちますかこれ。で両サイがバキバキに折れると。でここは一旦下がってでしょうね。はい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 、これ無視ですね。でこっから形組んでっていう動きをするデッキですね。まあシンプルにグラチャラでカード集めたいよって方とか、多分おすすめなデッキだと思います。いいでしょ、ロケットかな。オッケー、外した。まあそもそもバトルヒーガーがロケット耐えるしな。まあ下方入ったとはいえ、普通に強いカードだと思います。あとライドラがやばいよね本当にこいつ。とりあえず両サイからユニット出してロケット飛んでくる。多分後ろからエギゴレ組んでやればいいと思います。これで、はい、矢の雨打ちつつこれ出してあげてこうですね。でこっち出してあげて多分こうで、ここに矢の雨ぶち込んであげて、でこうすればもう相手はね、どんだけ攻めてこようが守れないって感じですね。あー強えわ、強いですねこれ。で多分ロイジェイとか、そうですね、ボムタワーが減ったってのもあるから、多く使われてた、まあてか多く刺さるのかなっていうのもあるんで、でも上位のトロフィー隊でこのデッキを使ってた人は、すごい有利だったんじゃないかなと思います。シンプルに環境、その瞬間の環境で結構当てはまってたんじゃないかな。1日前とかに多分これで1位取ってる人がいたら、エリオレもうちょっと増えてたと思うんですよね。そうじゃなかったんで、
そういうところもすごかったと思います。レイジ出してヤノア目指します。これとりあえず1本折れますからね。はい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 。まあここら辺も無視でしょうね、おそらく。右側守りつつ行けばいいんじゃないかな。変にディガーの方行かないでよ。オッケー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 。これでいいんかな。ただ守られそうな感じがすごいある。後ろから組んだ方が強いか。これすごいいい守りされちゃったね。矢の雨があるんだよね。それが優秀。さあ後ろからエリゴレで組んでいきましょう。で2周目エリゴレが合流、2周目エリゴレ合流させる形が多分一番強い。エリゴレ出してあげて、ダクネ出してあげて、なるほど、インドラ出してあげて、ヒースピンも出してあげると。ザップなんで相手、まあ、こういうことになりますわな。で、はいはいはい、ゴリゴリ入って、もうこっちも何してっかわけわかんないもんな正直。でこうしてあげてこうですね。でこうしてあげてっていう、まあその攻めるタイミングとどんくらい守るかっていうのを、まあ、しっかりとわきまえれば、かなり強力な攻めができるって感じですね。うん、ただシンプルにただ出すだけでもワンチャン勝てるんですよね。なんで、やばいデッキだと思われます。はい。ということで、このデッキがね、まあ1位だったので、まあぜひね、興味ある方は使ってみてください。おそらくですけど、この、ペッカ工場かな?に対しては、最初から血液量して、全部ぶっ込めば多分勝てる気がします。イントラを公園につけた状態でレイジとか打つといいんかな。うん。そんな感じで、ぜひ使ってみてください。ということで、今日この後ね、12時から、ミグダムの方で生放送してね、クラン対戦2が来るって話なんで、クランメンバーね、募集してますので、ぜひね、配信に顔出してくれると、流行れるかもしれません。こんな感じで、お疲れ様でした。バイバイ。